栗の産地として知られる中津川。この地で栗きんとん、スーパースターロールなど和菓子から洋菓子までおよそ70種類に及ぶ創作スイーツの製造販売を行っているのが株式会社新きね堂だ。 Windows95 の発売をきっかけにインターネットを通じた流通の時代を先読み、1998年に和菓子業界においていち早くインターネット通販を開始。現在では出来たての商品を翌日に直送できる独自の配送システムを構築し、多くの顧客を獲得している。もう明日くださいとか、もう今日くださいとか、それをインターネットで夜ご注文いただいて明日のお昼にお客様をお届けできるみたいな、そのスピード感がすごい重要になってきてると思ってます。新きね堂ヒット商品である栗きんとんは無農薬で国産の粒が大きく歯ごたえがあり、糖度の高い栗をふんだんに使用。しっとりとした食感と栗の風味がたまらない商品だ。さらにこの栗きんとんと洋菓子や和菓子をコラボさせるなど、変化を楽しめる商品作りを行っているのが特徴だ。私がお菓子が良くてもですね、品質管理の点から見るとこれはダメなんじゃないかとか、品質管理の点から見るといいんだけど味的にはダメなんじゃないかという意見が私以外からもですね、全ての部署の責任者が出てくるというところですね。なので時代がどんどん変化してもですね、私が判断をミスってもですね、違うところに行きづらい組織を作ってるっていうのが一番大きいですからね。それは全てに言えることなんです。物流でもそうなんですけど、新きね堂では製造、梱包、発送までを一貫して行うため、トレーサビリティの導入やハサップを目指し、より高いレベルの衛生管理に取り組んでいる。その結果、インターネット通販だけでなく、品質管理の厳しい病院や老人ホーム、大手コンビニエンスストアなど多数の企業との取引が可能となった。また品質の世界基準でもあるモンドセレクションで銀賞を4年連続受賞。新きね堂の商品が世界に認められた。まず私どもは日本全国が世界中のお客様に私どもお菓子をお届けしたいと。でそのお菓子もですね、ただ美味しいとか、価格だけではなくですね、世界水準の安心安全、衛生基準の高い工場で作るっていうことをしなきゃいけないな。新きね堂の持つユーザーや顧客が求める商品開発のノウハウが強みとなり、コラボ事業や OEM 事業を多数受注、販路が拡大していった。現在では法人取引による新しい事業が売り上げの 40% を占める。売り場の環境に柔軟に対応したお菓子作りができるため、多くの人が利用する空港や主要駅、サービスエリアなどでの販売展開に力を入れている。インターネットを使用しない客層にも幅広く新きね堂の商品を手にしてもらえるようになった。新きね堂入ったら入社してから最後まですごく楽しいねと、毎日どんなことがあっても楽しいねっていう会社にするのが夢なんですね。とにかくみんなでやっていくんだっていうところですね。